経度、緯度10度刻みのアフリカ大陸の位置アフリカ大陸は、アフロユーラシア大陸の内末図地の西側の部分を占める大陸を言う。ユーラシア大陸とは陸続きになり、インド洋、大西洋、地中海に囲まれている。単に、アフリカというときは、大陸の周辺の当初や海域をも含んだ地域の総称になる。大陸北部は、非常に乾燥したサハラ砂漠で、 赤道付近は広大な熱帯雨林が広がる。その南側もまた乾燥しており、サバナと砂漠が広がる。大陸東部には南北に大地交代があり、大陸を東西に引き裂いていて、ビクトリア湖などを経て1年に数センチメートル単位で東西に分裂していっている。アラビア半島やマダガスカル島もかつては大陸と一体であったが、この地交代によって分裂した。 大陸自体は北へ移動しており、地中海を挟んだヨーロッパへ接近している。アルプス山脈はこのために、作り山運動が起こっているが、アフリカ大陸自体も最北部は、アトラス山脈が連なっている。NASA によるアフリカの衛星写真国連による、世界地陸分によるアフリカの各地域北アフリカ西アフリカ中部アフリカ東。 アフリカ南部アフリカライオンアフリカゾウキリンなど大型哺乳類がよく知られている。ゾウライオンサイなどは熱帯アジアに禁煙種があるが、キリンカバなどはアフリカだけに生息する。また、クマが生息していないことは意外に知られていないが生息していたが、絶滅したことによる。ゴリラチンパンジーなど特に人間に禁煙なるイジンザルがいる地域でもあり、人類の起源もまた、 アフリカ中部であると考えられている。ありがとうございます。